ございます。ペイです。42日目の朝です。昨日ナギは足を上げておしっこをするようになって、あ、これはもう大変なことだなぁと正直思ってました。まあいろんなところにおしっこがかかっちゃったりして、実際に壁におしっこがかかったりとか、クッションマットの下におしっこがにじみ出てたりとかですね、結構やっぱり大変でした。で、今トイレはこういう感じに周りにもガードのようにトイレシートをつけています。ただ今朝からは足をまた下ろしておしっこをするようになっているので、どうなのか、これがずっとまた足を下ろしておしっこしてくれるのか、また足を上げ出すのかはちょっと今は分かりません。またそれもレポートさせていただきます。それでは今日もよろしくお願いします。今話題のサッカーですね。ドリブル、ワールドカップも盛り上がってますから。ドリブル、ドリブル、これがモノトーバが配信できるときに日本代表がどうなってるか分かりませんけど、頑張れ日本、頑張れ日本です。ドリブル強いなすごいな。大丈夫あれ、なんかもうすぐパンクさせそうやな。もう一日にして破壊、破壊やなこれは。あ、やっぱすごいな、力も強いし、なんか手で挟んでる。何それ、何、なんで芋を持って走ってんのやって聞いてんの。ほら芋取ってきて、今ね芋をね強奪してきてね、台所からこんなことになってるんですよ。もう、あ、もう食べる前に、はい、もう奪いましょう。うわすごいな、うわうわ、芋返せお前、芋、うわ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 、すごいな、獲物取ったって感じやな。うわ、自分で取ってきたって感じでめっちゃ喜んでんな。今日は私が少し忙しくってあんまり撮影ができなかったんですけれども、ナギはちょっと外に私が買い物に行って帰ってくると、もう部屋をぐちゃぐちゃにしていました。なんか留守番がやっぱり苦手というか、ちょっと私がベタベタしすぎてるからかもしれないなってちょっと反省してます。まあでもなんかツンデレだったナギがここ数日、まあ聞かない時はもうめちゃくちゃ聞かん子なんですけど、甘えてきてくれて正直嬉しいですまあこういうのがあかんやつですよね。まあ飼い主としては本当になんかダメな感じがするなって自分でも本当思うんですけど、数日前に上げてきた動画ではもう聞かへん、言うこと聞かへんみたいに本当なってたんですけど、なんか面白いもんですね。急にぐっと絆が深まってきたりなんかね、そうかと思えば一気に離れていっちゃったりっていう、本当にジェットコースターみたいな毎日ですけど、その時その時もう大事に、もう可愛いなと思った時はもう可愛い可愛いってもう言おうと思って思ってます。また明日も懲りずにお付き合いお願いします。それでは明日です。